リチャードと名前を呼ばれた気がした。婚約者であるクラウディアとの宇宙旅行。突然の激しい衝撃と高温。旅客機が月面に墜落した時の凄まじい衝撃。そこで、私の記憶は途切れている。痺れていた体に、徐々に感覚が戻ってきた。だが、手のひらにあるべき婚約者の感触は、消え失せていた。
お久しぶりです。どうしたんですか？そんな不思議な顔をして。どこかおかしいですか？あなたがいなくなってからずっと一人でいたので。後で私の部屋に来ませんか？中央ホールの隣のあの部屋です。久しぶりにゆっくり話をしたいですね。ああ、来て。少し前に旅でも、今はみんな死んでしまいました。まあ一人でも特に不便でも、あなた、その机の上にあるものは何かの役に立て。あなたがいなくなってから、一人になってから、なぜ絵を描くのか。ただあなたは何か私にも、また時々ここに。その女性はクラウディア・セルファー。機械。あなたは何か私にも、また時々。
設定が初期化されています。日付を入力してください。Thank you.